ピアノベースとドラムの、3ピースの優しいやつやるんで休憩タイム。すごいね。そう、みんな休憩タイム。タワシマが。どうぞ。あ、悪い。
ベースソロからのこうピアノソロっていう曲やったんですけど、なんでね、一生節分僕がベースのソロの分を弾いちゃった。俺も弾いたから、分からん分からん。それでも合わせてくれたスー君に感謝です。ちょっと待ってね。Thank you.
ゃあ最後の曲だけボタン押して一瞬だけ喋って。どうぞ。なんか僕から喋るっていうのは割と珍しいかなとは思うんですけど、エコーでかいエコーっていうのがすごいなんか嬉しくて、なんかなんて言ったんですか、なんか喋りたくなったんですよこれを。なんかすごい楽しかったです。じゃあいや泣きはせん、まだ明日かもしれん。まあそんな感じですね。まあ次の曲はまあ僕らがよくやってて一番難しかったけど一番楽しい、まあじゃあ一番簡単なんで泣き合った楽曲の中でうまいでこれ次やる曲やって、そうなんかいや今日ちょっとなんかフォックス見に来てんみたいな言ってくれる人が何人かいたりしてすごい嬉しかったんで、まあ、その分もプレッシャーを感じつつ頑張ります。ありがとうございました。俺は5台に出て警報にこのボックスを見てもらう予定やったけど、まあ、出れんかったから、例えばトカちゃんやったっけ、はい、うん、おって俺嬉しい。ありがとう。ヒロムとナギは